今月もぎこちょりさんからガチャギフト10連届いたぞい。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ぎこちゃんです。はい、よろしくお願いします。まあ毎月恒例のガチャギフトなんですけど、今回のガチャギフトは激アツなのかな、見てみよう。モザイク、受け取るで引く。あ、今回は、あ、結構あっちいいじゃん。なんだっけこの左下のキャラクター、のマーク、宝星天、アルセーヌ、アルセーヌも当たるんだ。エロいな、すごいね。はい、まあちょっとこれを一旦置いといて、昨日2年ぶりぐらいに67歳になる父親に電話してみたの、夜。まあ繋がんなかったら繋がんなかったでしょうがないなと、寝てるんだろうなと思って、で電話してみたら、あ、音聞かせた方が早いよね、多分ね、みんなに。ちょっとゲームを一回消してね。はい、ゲームは今消えました。はい、いくよ。いきます。こちらはソフトバンクです。おかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになっておかけ直しください。はい、ということで電話使われてないんですよね。で、ギコちゃんの父親なんだけども、まあ皆さんの知っての通り、あの G メン75の、あの、ひよひこさんなんですけど、あのね、まあ現在となってしまったら67歳で、仕事は、まあ多分警備員やってたのかな、やってたと思うんだけど、何かある時には必ず俺に電話来てたのよ。うん。必ず俺に電話来てた。ただ、お金振り込むとか、仕送りするって話に対しては、まあ、子供に迷惑をかけて生き続けるぐらいだったら、お父さんは死を選ぶわ、みたいな、ね、タイプの人なんだよ。そう言ってたんだよ、実際。だから、すごく今嫌な予感してる。すごく嫌な予感していて、今日この撮影が終わったら、ちょっと市役所で戸籍謄本を取ってきて、どうやらそこで父親の部分が、例えば除表とかになっていたら、まあ、亡くなっている可能性は、まあ、亡くなっているってことなんだね。うん、ただ行方不明とかじゃなくて、公的な死って言ったら表現は正しいのかな、うん、普通に遺体として見つかっている、あ、例えば病死だとしてもね、だとしたらギコちゃんとかに連絡来んじゃないかなと思ってんだよね。連絡先も全部、もちろん当たり前のように区役所に届け出てるし、うん、別に、結構さん、残念ながら、結婚とかもしてないから、戸籍変わってないし、ずっと父親だと思うんだよね。父親なんだよね、ずっと全部載せた場合に、うん、全事項、全履歴、全事項履歴わかんないわ、あんまり。わかんないんだけど。だからわかんないんだけど、まぁ、ちょっとこれからね、ちょっと、市役所、いや、市役所じゃない、区役所行って、ちょっと戸籍取ってこようかなと思っております。はい、ちょっと暗い話になっちゃったんだけど、まあ、その結果に関してはまた別の動画で皆さんにご報告します。はい、では引いていきましょう。ガチャ、これね、宝星天当たったらやばいよマジで。一回も当たったことないけど、ちなみにガチャギフトでこういう限定が、あ、対象のね、激アツ限定が当たったことはない。あれ、最悪だよ。あれ、待って、運極じゃない、あ、それは、うん、それは分かった、それは分かった、アクセル、いや、光属性、運極だね、運極だわ。だから中心構えを今鍛えてるっていう、とんでもない状況になってきて、ああ、なるほどね。はい、まあそんな感じで、ちょっと暗い話を挟んでしまったんですけども、まあ不幸な結果になってるわけじゃないんだけど、
お父さんとお母さん生きてる方はね、生きてるうちに親孝行しとけよ。うん、もう死んじゃったらマジ親孝行も喧嘩もできないからな。うん、喧嘩できるだけね、幸せだと思いなさい。はい、そんだけで以上ギコちゃんでした。Thank you.